60分ということでかなり遅くまで試合がありました。この試合も60本中勝利おめでとうございます。ありがとうございます。見事セットカウント3対0ストレートでの勝利となりました。今日の試合振り返っていかがでしょうか。今日のメンバー自体が、今までこうずっと出れた選手ってわけではなくて、正直こう誰がどういうタイミングで出るかっていうのはあんまり分かってなかったんで、まずはそのしっかり出たメンバーでストレートで勝ち切れたっていうことが一番嬉しかったかなと思います。竹本選手、手元の集計でアタックが今日4本中2本、そしてなんといってもブロックが6本という大活躍でございました。ご自身のプレー振り返っていかがですか。今日は僕ポジション的に渡辺コール選手のポジションに入ったんですけど、コールブロックランキング2位ということで、コールが出れないからってブロックが少なくなったらやっぱりこういけないなと思ったんで、まずはそのブロックという面でチームに貢献できてよかったかなと思います。そして今日は旭川での試合となりました。この旭川の会場の雰囲気はいかがでしたか。外はすごく寒いんですけど、会場の中はすごく暖かくて、アウェイにもかかわらず温かいご声援をたくさん送ってくださったんで、すごくプレーしやすかったです。
それでは最後に明日も試合があります。今日もたくさんのブレイザーズファンの方も駆けつけてくれました。ファンの皆様に最後メッセージお願いします。今日は遠くまで足を運んで応援してくださってありがとうございました。明日もしっかり勝ち切れるように頑張りますので、明日も熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事 VOM 背番号21番竹本裕太郎選手でした。ありがとうございました。